ワクワクトークの意見交換会を開催させていただきます。私、警備局の佐木山と申します。今日司会を務めさせていただきます。よろしくお願いします。このワクワクトークは、地域で先進的な活動されているところに、知事が直接出向き、現場を拝見させていただいた上で、自由に意見交換を、させていただくものです。本日はここ、南町雪で、防災活動で活発な町づくりをされています西之地の、地域にお邪魔しまして、自主防災会の皆様の活動の状況や今後の夢についてざっくばらんに意見交換していただければと思います。でちょっとカメラが入ってなるんですけども、この場で行われました意見交換につきましては、また後日県内のケーブルテレビとか県のホームページで、公開することとしておりますので、その点ご了承いただければと思います。よろしくお願いします。これから意見交換に入りますけれども、先ほどお集めの現場を見ていただいたんですけれども、その現場視察の感想を交えて、知事の方から、ご挨拶を皮切りに、ご意見を交換していただければと思います。知事よろしくお願いします。はい、まずは今日は宝の島徳島ワクワクトーク、こうして南町雪の地にお邪魔をさせていただきました。また今ほどは大変暑い中、酒井会長さんをはじめとする西之地防災絆会の皆様方には、今回の津波対策などへの避難所、ここの視察のご協力、またご案内をいただいたところでありまして、心から感謝を申し上げたいと思います。また皆様方には日頃から大変高い防災意識を持たれ活動をされているところでありまして、皆様方のご活躍につきましても心から敬意を表したいと思います。まあ、さてこの宝の島徳島ワクワクトークでありますが、これまでの8年間は県民の皆さんの声を直接いろいろお聞きをしよう、また私の考えといったものも県民の皆さん方にお伝えをしようという形で、こちらは年代別あるいは地域別で行うしゃべり場徳島、あるいは地域の大きな課題、また徳島として国としての大きな課題テーマを定めて、そしてパネルディスカッションなどを行う円卓会議と、まあ、2つの手法を用いてまいりましたが、しかしこれからはやはり集まっていただくそうした場から、今度はいろいろ地域の課題を積極的に活動し行っていただき、またさらには実績を積まれているそうした地域の活躍ぶり活動ぶりについて直接拝見をさせていただきまして、その後すぐに鉄は熱いうちに打てではありませんが、その活動をされている皆様方と意見交換をさせていただき、その課題をさらに深掘りをしていく、またその活躍ぶりといったものを全県下に広げる、まあ、こうした形での新しい対話集会を行っていこうと、この宝の島徳島ワクワクトークをスタートさせたところであります。まあ、今日は何といっても3月11日東日本大震災、1000年に一度の大震災は起こるんだといったものを今日本国民全体がこれを共有をしているところであります。またさらに皆様方も同じ考えだとは思いますが、次もし大きな地震が来るんであれば、それは南海地震、いや東海東南海南海の3連動だであれば、それにしっかりと備えていこう、そして助かる命をとにかく助けていくんだ、徳島ゼロ作戦をさらに強力に推進をしていく必要があるわけでありまして、そうした意味では県下の中でもこの地域防災大変高い意識を持って進めていただいております。西之地の皆様方と意見交換をぜひさせていただきたいと思いまして、ご当地にお邪魔させていただきました。今日は時間の許す限り皆様方のお考え活動ぶり、さらにはせっかくの機会でありますので、この雪、そして南町県南地域、そして徳島の将来の発展の方向性などにつきましてもご提言をいただければ幸いでございます。それでは今日よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。これからは司会をちょっと控えさせていただきまして、皆さんと知事さんのざっくばらんな意見交換にしていただければと思います。最初に
会長さんに、口火を切っていただいてお願いしたいと思います。せっかくですから、どうぞ皆さん、足をお楽にしていただきまして、はい、その方が知事もお楽にしていただいて、知事もお楽にしていただいて、私西の入り防災絆会の会長の坂井と申します。知事さんは この雪海に来ていただいてどうもありがとうございます。いや、とにかく夢のような気持ちです。私たちがこの防災をやろうというのは、まちづくりと防災 を一緒にやろうじゃないかと。でその時阪神大震災が起きた時に、これは防災に力を入れないかんと、たくさんの人が亡くなって、これで足をタンスなんかで足下が人がたくさんおった。それでは今度は一番先にヤディアさんが家具転倒防止をやりました。それからもう防災と言うたら皆さんちょっとこう引くんですよね。あ、もう防災こんなん聞けへんわとか、こういうんでこれではいかんと、これで防災だけじゃなしに何かイベントをつけようじゃないかと、イベント、防災プラスイベント、それで人を寄して、やろうじゃないかと、やりだいさんが、平成16年の6月26日ですから、これが結成しました。で絆会員も一般から公募して西の路防災絆会、これを作りました。私会長の前の会長で私2代目になります。前の会長さんがもうちょっとお年になりまして、私が交代したんですけど、いろんなことを防災プラスイベント、もうこれを数えきれないほどやりましたけど、面白いイベント、防災アムールとかして婚活用なものをやって、そう一緒に若い子と防災を学ぼうというんで、こんなんもしましたし、防災ツーリズムといって阪神大震災に被災に遭われた舞子高校の学生を呼んで、この海部高校と一緒に福祉 のツーリズムをやったとか、それにタイの人が来まして、トムヤン君を食べながら防災を語ろうとか、こんなもやりました。本当にいろいろやったんですけど、やっぱり最後には難しいなと、防災はいつもこう思っています。だから何と言うんですかね、皆さんの私ら今高齢化なっているみんな年を取ってますけど、気持ちは防災体制の気持ちは誰もこの絆会は負けんと思います。だからいろんなことを聞きに来ますけど、何惜しみなくよその地域の方にお教えして、一緒になんかやっていこうと思っています。まずまあそういうことで、今日はどうもありがとうございました。そしたらこれ、あ、そうですね、これ紹介誰かしてくれる？これところてんといって天草寒天のもとですね。それを雪で上がる波が浜打ち上がったり高になったりしたらね、浜打ち上がるんです。これを拾ってきて、拾ってきたとこはね、これよりもっと黒いような茶色なんです、これを何度も何度も洗ってさらして真っ白になってね、これを使ったんですけど、あとこの青のりがいっとんですけどね、日傘の青のり、はい、それ使わせてもらいました。それはさっきいただいて、いただいてください。お上がりください。まさに雪と日傘の合作で南町。
ただきます。皆さん後ろの方も食べてくださいよ。いい顔ですね。獣医機長がですね、天草の出荷額は全国トップだったんですね。あ、そうだったんですか。そうなんですよ。ですからこれはもう10年前ですから、その後はちょっとね合併しましたから、その体重はどうなったのかちょっと分かりませんけれど、60年代ですね、その頃は全国トップの出荷額でした。じゃあ寒天食べるときは常に雪の寒天食べるんですね。PR の一つで。でやっぱり寒天にしとんとね、ところてんでするのと違いますね、味が。でも音は全部天草ですよね。はい。なんか寒天の方が水が多いような感じしますね。ところてんの方が割と水分が少ない感じしますけど。なんかプルンプルン。そうですね。プルンプルンが近いみたいな。弾力みたいな。でね、この青のりは私らもう運十年昔に岩佐高校行った時にね、あの厄除け橋の下にね、ずっと取れよったんですけど、もう今はなくて、これは養殖ですね。佐々木新のな。これ後でね。これ以外になんか作ってクリスマスに。なんかあげたらちょっと誰か話してあげて。キーさん、橋本さんが作ってね、私実は店員もここの地区をやっとるんですが、昨年の11月の会ちょっと都合で欠席していたんですが、その時に皆さん女性軍の方からケーキをくる、クリスマスに独協ですね、の方にプレゼントしたいと、だから名簿が欲しいというような話があって、うん、それじゃあいいじゃないですかというような話で、ここ西之地地区230ほどの所帯数なんですが、10% ほどが独居の方がいらっしゃるんですね。で浜氏が橋本さんが製造したケーキを浜氏が真っ赤なサンタクロースになって非常に喜んでいただきました。本当にびっくりした、うん、というふうなお年寄りのお話で、あ、やりがいがあるなというふうなことを感じましてですけどね、酒井さんと、3人ですかね、それで約25件回ったんですが、5件ほどお留守だったんですけれどもね、小さなケーキですけれども大きく輪が広かったかなと思ってます。まさに絆が広がったね。要は安否確認をですね、まさにね、練習をしておこうということで、こういう企画をで、ただ単に元気ですかって回っていくんじゃなくて、サンタクロースで回っていった方が元気になるかなと思いまして、で生まれてこの方は80年ぐらいになるけど、初めてサンタさんからいただいて喜んでいただきました。いや、今一番課題になっているのは実はその独居老人対策なんですよね。でやはりそれが発災となった場合に災害弱者と言われる人たちっていうのはやはり高齢者の皆さんと障害者の皆さんと子どもさんたちですね。でその独居老人の皆さんがどこに住まわれていて歩行が可能なのか、いえいえ寝たきりなのかとかね、まあ、こうしたところが従来は結構地域で分かってたんですが、個人情報保護法が施行されてからそうしたものが公にできなくなって、結局は社会福祉協議会とか民生委員の人々が日頃のケアのために知っておくというだけになるんですね。だからいざ発災となった時にどこにどういう人がいるかが分かってないというのが今の一番の課題でして、今おっしゃるようにそうした民生委員の皆さん、社会福祉協議会の皆さん、地域の皆さんと防災を行う自治会の皆さんとか一緒に、そして日頃からお互いの絆作りとしてやっておくと、いざ発災の時にも非常に力を発揮するということでね。そうした意味でも本当に西之地の皆さんというのは先進的な地域だなというふうに言えると思いますね。まあ、このことはまたずっとこう続けてね、継続していきたいと思うんです。やっぱりどんな人かなと思いながらね、こう把握しとんもええんじゃないかなと思うんで、これからまあ続けていこうと思います。ぜひお願いしたいと思いますね。そうすると度胸でおられる皆さんも元気が
出てきます。じゃあちょっと会合出てこうかとかね、こういうことになりますんでね、ぜひよろしくお願いします。私らのこのメンバーにですね、昭和南海のこう何ですか、体験者にですかね、はいはい、こう遺産におられるんです。ちょっと山田さん、ちょっと体験者とか、一番の高齢者でないから。それで今年体験者のまま次第とね、高齢者になるからもう亡くなったらいかん言うんで、私らみんなが DVD を作らんかと言うんで、山田さんとかみんな体験された方のお話を聞いて DVD を作りまして、この、まあ、今の若い人には分からんじゃろうと。だから小学校中学校各町内の学校に全部配りましてね、これでちょっとまあ勉強していただけないですか言うたら、あ、皆さん校長先生も心よ引き受けてくれまして、まあ教材させてもらいますいうでしてくれましてね、まあ、これは若い人にたすきをかけていくにええんじゃないかなと思って作りましたけどね。ちょっと見ていただきましょうか。あ、それね、はい、あります。あ、こちらですね、はい。昭和南海地震の体験談をお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。浜野さんは昭和南海地震を体験された時はおいくつの頃ですか？12歳ですね。国民学校の6年生でした。昭和南海地震の時何をされておりましたか？地震があった時は朝まだ早かったんで寝ておりましたが、はい、その当時は家族は、どなたがどこにいらっしゃいましたか？両親が下におりまして、はい、私と弟と上姉2人が4人が寝かえで寝ておりました。地震が起きた時はどんな状況でした？その揺れはものすごかったですよ。何とも言えんような揺れを感じましたけどね、はい、何だったか忘れましたけど、寝ぼけたような格好で、もう一回寝たんと違うかな。地震が起きて、また寝てしまったんですね。多分そうだったと思いますけどね。真っ暗ですもんね。もう電気も何も全部消えましたからね。はい、停電してるので、消えましたから、もう真っ暗あれで。何にも分かりませんでしたからね。それで気がついた時にはもう津波やーっていう声で、親と上、親兄弟はもう先に家を出たんですよ。で、津波やーっていう声を聞いて家族はもう出て行ったんですね。で、浜野さんだけが取り残されました。どうなりました？その津波からの避難はどうなりました？それでね、津波やりゅうなんで、これでもう家の外に、特に出た時には、もう家をその時は使ってましたけどもね、腰までありました。身長はね、この遠いと私もあんまり変わりませんので、6年生の方が大きかったからね、1メートル65ぐらいあったって言ったかな。最高は72センチまでありましたから、中学生の時にはもう。ほんで今とあんまり変わらんだけの背丈ありましたけど、
腰まで使って家を出た途端で腰まで使われました。でそのまま逃げられたんですか。逃げたというよりももう目の前が家へ出たらすぐに山が閉まってましたんで、これで上の方からだって東の方からもう波がどん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 押し寄せてきてましたんでね、この水位っていうのはものすごくあったですよ。ここより子供さんがドーンと腰当たってきて、ね、流れてきたんですか。流れてきたんですよ。女の子はね5歳、4歳か5歳ぐらいだったと思いますけどもね、東の方から津波と一緒に流れて、波と一緒にね、ドーンと流れてきまして、私の腰に当たってこの子を引っかかえて前の山に駆け上がったような状態。そうなんですね、はい。その時家族はどちらの方に逃げてたんですか。もう背後に高台に逃げたんでね、ちょっと離れた、ね、30メートルぐらい離れたところにちょっと一段上がったところにね記念碑がありましたんで、はい、そこの上で待機しとったような格好だったようです。じゃあ家族と別々の場所に、全然バラバラになってしまいまして、どうやってじゃあ再開されたんですか。これはもう津波がかなり収まってから夜明けて かなりしてからやっと親の逃げた方向へ向いて、この女の子も手をつないで上がっていったらおったっていうような状態でした。親は再会して喜んでたんですか。そうでしょうね。母親なんかは私を殺したって言ったらしいですあの顔が見えるもんやから、はい、逃げ遅れと分かってますからね。ほんでこれあの子は死んだ言うて言ったらしいですわ。このぐらいで見てたら1時間ぐらい。他にも出ていらっしゃる方が4名おります。合計8名ですか。2枚 DVD にしまして、あ、でも DVD でしたら劣化しないんで、いいですよね、映画綺麗ですね。こういう DVD、自分たちで作って、これこの字も浜さんの、これは会長が、酒井さんのデザインは私で、こんな感じで手作りで、すごいですね。まさに昭和南海地震の語り部です。ちなみにその女の子っていうのはその後、どちらいただきたいと思います。元気にしてましたけども、途中だっても津波があってから昭和南海してから引っ越されました。やっぱりね、経験がね、どこどこで。ハシウチの横に長屋があったんですけど、ね、あっこの中におったアチさんっていう人が新たな人、ここの子供さん、うん、あっこに4軒おりました。あったな、長屋がこのキーさんとこから中田大工さんのところにかけてね、今家建て替えてますけど、長屋に先ほどの出会いのね、いろいろ若い人たちの出会いの場っていう大変苦労してるんですって話から行くと、普通ドラマだとそうしてあと何年か経って出会ってそしてで恋が芽生えてくるだからなんですけど、そういうこともあったかも分からないこれだと私はもうある程度なってからは全然会うてませんよ、その方とはね。でもすごいですね、もう12歳にして命の恩人になられたんですね。もうぶつかってこないともうダメですもんね、5歳の頃はね、そうです、絶対無理ですよね、はい、あの時も県南、朝霞なんか200人超えて亡くなりましたからね。この時もね、ちょうど画面に出てましたけど、家の前にね、ちょっと1メートル半ぐらい四方の広場を日向ぼっこするのに子供が作っとったんです。ほんで足場もある程度できてましたからね、これ向いて駆け上がったから私は助かったんです。これあれがなかったら絶対助かってません。21年に私の
みんながありません。さんのバスボーいうのみたいな、先ほど歩いたじいさんのバスボーみたいな。ああ、バスケ。バスボー、今上がってましたでしょ。あの、真下なんですよ、私の家。真下です。まさに。はい。で、あの浜さんだが、あのこの休憩者危険 地区のね、あの地権者にこれずっとあの丁寧に回っていただいて、で許可もらったのがね多かったんですよ。休憩者危険地帯でこれ上杉さん、上杉さんなんかこれなんかあります、このここ作ってくれたああいう安田君も近くでこの休憩者とこ作ってくれた、ね、それに関してなんかあんたくんの家も下の方であるで今の褒めてきたところです。先ほどね、知事さんも見てもらったところですけどね、あそこはあの、まあ、県にお願いして工事してもらったんやけど、なんせあの山崩れ防止を優先したもんで、あの、まあ、避難所っていうのは二の次というか高なかったですよね。ええ、うん、まあ、あとできればね、あの上の方のちょっと横に広場みたいなのがあるけん、そこにあの防災のものの備蓄とかね、倉庫の、まあ、備蓄とか、これから、まあ、トイレとかをできれば設置したいなという、まあ、みんなの意見が。倉庫でなくてもいいかもしれませんね。クーラーボックスみたいなんでもいいかもしれません。ただな、うん、食料ちょっと入れとくだけでも、あと水ですね。水とかね。だから食べ物は食べなくても3日生き延びることができるんですけど、水は72時間以上飲まなかったら危ないんですよね。だからやっぱり水を備蓄をして、今備蓄の水って10年持つんですよ。あと500ミリのペットボトルで、我々防災グッズでなんかイベントあるときっていうのは必ずそれをね配らせてもらうんですけど、10年持ちますからね。あそこにダーッとなると別に冷えてなくてもいいですから、クーラーもなくてもいいですし、やっぱり水なんですね。それとちょっとしたこう切り傷かなんかするんでね、ちょっとした絆創膏とか、まあ、バンドエールみたいなのありますよね。ああいうのがあれば大丈夫でしょうね、消毒薬とね。我々あの絆会はあのまず自分たちで動こうと、あの、まあ、行政に頼むのは次の次やというんで、まだあの避難道も自分らで鶴橋持って作ったしね、それからいろんなことも自分らでやっていく、出てなんだらもうしゃあない行政に頼むかというんでしてきたの結構多いんです。だけど、まあ、あのそういう備蓄でなしにこの、まあ、電気をつけてもらうとか、あの太陽光の、まあ、こんなんはまだ町とか県に頼んでいかないかんなとは思ってますけどね、まあ、これは最低のことはせないかんなと思ってます。本当に地域の皆さんがね手作りでやっていただく、まあ、我々行政としてはもともとあれ休憩者の崩壊対策なんで、そこを人が登るとか避難をするっていうか想定を当時は全然してなかったんですけどね、やはりこうしたなかなか高台のない場所、そしてすぐに登っていけるような場所、これをそういう休憩者の崩壊対策とセットでできるんだろうかっていうことで、実はこれ国に提言をさせてもらいました、ね、そしてこの制度ができたんです。で従来は当然それはもうこう雪庇が出るか乗り面出てるところをねこう固めるというだけの事業でしたから、ただそんなの全然あかんかったんですけどね、まあ、それはじゃあやってみようっていうことになりましたね。その第1号でも実はあるモデル地域なんですよ。で今日私も登らさせていただきましたけど、まず最初に階段が幅が広くて割とこう積んでますよね、うん、こういうなんていうかこうあんまりこう歩幅高くなってもいいんで、ね、高齢者の皆さんも割と登りやすい感じですし、ところどころにこう広場を作ってありますから、階段もねしんどくなったらそこでとりあえずは休憩できますし、でまた高いところにこう来ればそこは広場になってますしね、でそれが何メーターかっていうのを全部避難会の皆さんが自らの手作りで作っていただいてますんでね、まあ避難される方も大体目分量があれで分かると思いますから、まあ、そうした意味では我々としても、まあ、初めての事例を作って、まあ、全国のモデルにしていくだけにね、今おっしゃったように今度使い勝手を考えないといけないんで、まあ夜
真っ暗になるとちょっと厳しいですよね。だからその照明、しかもその照明についても今おっしゃるように、まあ、津波の時っていうことになるとまず電気は遮断されたっていうことを前提に考えた方がいいと思う。そうなるとソーラーで、そしてリチウムイオンで蓄電をして、それをリチウムイオンであの LED でね照らすという、まあ、今回実は東日本大震災で徳島県はちょうど宮城県をね、兵庫県とそれから鳥取県とともに関西広域連合として支援を受け持ちてカウンターパート制ということでやったんですけどね、そこの大島っていう島で東北電力が電源をまだまだ切れちゃってる時に、うちの隊員が持ってった防犯防災灯でもってそこに初めて島の明かりをつけたんですよ。まあ、そういう形ありますので、そういうグッズがどんどん今徳島発で出てますから、そうしたものもね、まあ、皆さんの夜間の対応という、なんといってもここモデル地区、日本のモデル地区になってますまあ我々としてもできる限りのもの、また皆さんがねどんどんやっていただけるものはもうぜひ皆さんでご尽力いただきまして、我々もしっかりとバックアップをさせてもらいたいと思いますのでね、まあ、その照明の関係については まず我々としても真っ先に対応してみたいと思います。まあ、セカンド機会ですけど、どうぞ何なりと。会長の方からね、先ほどあの知事さんに場所であのご説明しよるときに、あそこの場所にですね、妊婦さんが上がっていったんですよね、大きな腹して、浜さん の2人目の子供だったんですが、この間新聞見ましたら大きく名前が出てましたんで、あれだけの幅であれば、高さですね、であればあの妊婦さんも十分上がれるなというふうな感じを受けたんですけれどもね。あの階段も確かにこれからの大きなモデルですね。確かにあれならばちょっと足が不自由でも登ることもできますし、ね、ただ子供が行ったら落ちる可能性がこうなんとなしにひな祭りの時に浜さんの上の息子がこうお母さんがこうお腹大きいもんですがおばあさんが追っかけるんですけど、ちょっとこうもう感覚を一段でもこう入れていただいたら安全なかなと、経費の問題もあると思いますが、そこら工夫が今後必要になってくるんじゃないかなと思います。実際にいろいろな人たちが避難をしたときに皆さんが避難しやすい形を作らない意味ありませんのでね。あと先ほど備蓄の話が出ましたが、あの私たちも自分たちの活動費をあのうまくプールすることによってアルファ米を備蓄しております。で地域で今500食分ぐらいアルファ米を備蓄しておりまして、 できるだけ備蓄をですねあの各家庭でも備蓄を斡旋しようということで、うんうん、こちらの女性陣がすごく頑張っておりますその話についてちょっと山田さんか、うん、あの宮崎さん、あのお願いします。運動会とあの運動会は諭吉町であの昔の雪の運動会、ふるさとふるさと雪祭りっていうので大勢の方がおいでる時に、あの運動会の時はお昼休みの時に、うん、あの販売したんです。販売してくださって、あの江戸さんがどうぞ寄せてきてくれてね。あのお昼休みの時にちょっと私は本当乾杯だったな。あもうすぐもう売れた。全部あの何したから。それとあの雪祭りの時にあのテントで、あのその時も江戸さんなんか男の方ビールを持って、うん、これちょっと作ってって言ってお湯を入れてね20分またできるんです。それを当てにしてビール飲んだ方もあります。その時も150かね、うん、完売だった。150食を注文がね、注文もたくさんあるんですよ、ある程度こう50とかになっとうからね、ほらからあの少しずつっていうわけにいかん、もう販売するんだったら1箱、はい、2箱、2箱でも買って、でいろんな種類がこの頃たくさん出てきてるからね、本当美味しいですよ。美味しい。ちいさん食べたことないんですか。いやいやいや、我々は防災訓練です。防災訓練の時にね、あそこで、うん、だから昔はもう本当に乾板、そうですね、コンペイトだけっていうのがね、うんうん、普通のパターンなんですよ。ただアルファ米が出たおかげで今はね、あの火薬ご飯とか、ね、そうですね、火薬ご飯美味しいですね。お寿司もあるしね、あるんですよね、何でもみんなあるしね。それで一番いいのはどんな水でも炊けるってことなんですよ。そうです
ますね。水たまりのね、あれも構いませんからね。それが一番いいんですよね。であとはやっぱり各家庭に少しずつ備蓄してもらって、リュックサックでも何でもいいですから、その中それだけ持って逃げるとやっていただくと、だいぶ備蓄の量が減るんですけどね。今度もたくさん注文を受けとんですけどね、浜さんにもあなたお願いしないかなと。いやでも今お話を聞いてて、我々は防災訓練の時にもね、それはみんな食べるんですけど、賞味期限があるけんね。そうです、今のお話あるみたいに、それを当てにしてビール飲んでる。いやっていうのは、それを訓練のために訓練とするんじゃなくて、いろんなお祭りの時にそれを炊き出ししようって、でそれをやるってことはいいことですし、今言う賞味期限が全部あるんで、そろそろ期限が来そうなやつは、そこの夏祭りでもね、祭りの時にバーッと出して、うん、でみんなで食べて、それも販売してね、ビールの当てでも子供さんたちでもいいですから、そうしていると炊き方も分かりますからね。そうですね。あ、どうやって作ったらいいかって分からん人も結構いるんですよ。そうですね、私冬さえやったらいけるんやからね。そうなんです、簡単なんですけどね、まあ、分からん人にとってみるとね、分からないですから、日頃からそうやっていれば楽しく防災を学べるっていう、だから子供さんたちもちょっとやってみたらって言ってね、防災教育に何かあった時はみんな浜さん買ってくれて、ここでイベントする時はするね。みんなあれは3月11日よりもっともっと前の話やったけんね、うん、今度あんなんあれしたらね、そうそう、もっと欲しがると思うんですよね。絆会ちょっとお金儲けしませんか、ほな。たまらないお金儲けの話を注文受けてあんなんなったりしたら食べるもん大事やもんね。3月11日ですね、そうですね、ここに避難さ、まだここは避難場所になってますが、ここに避難された方がだいぶおったんですよ、約70人近く、その時に絆会の、 あの備蓄装備から、このアルファ米持ってきてみんな出しましたね。ちょうどビスケットというのもね、あんなの出して皆さんに差し上げた、この部屋だったね。こっち来た人はほやけど、私ら自分らで決められたとこ、山の方いたりとかだったら、もう寒うてくるって迎えて、ね、あの時訓練した時ね、寒かったもん。いや、てかあの3月11日なんです、ね、11日です、はい、いや、あれあの訓練じゃなくて実践ですよ、ね、あれあの訓練じゃないですか、私の防災力見つけて災害対策本部伝えてくれましたよね。のところに逃げたからね、山の方で、山の方です、いい、寒かったね。寒かったんよ、で途中で取りに来たって毛布とかなんとかで、こうかぶっておったんやけどね、日が暮れてくるし、もう何にも何言わんからもう帰ろう言うて帰って、で後で聞いたらここの人アルハ前も呼ばれて、見て暖房も入れてくれて、すごいなぁ言うて、そういうように言うたよ。本当私は寒かったもん。まあほらけどな、決してここだけで何、自分って逃げるところはちゃんとかかけとかなんだ、十何におった私だって。でも雪の皆さんでもすごいですよね、そうやってパッとこう逃げられたってね。そうです、みんなね、あの時だって徳島県も大津波警報ですよ、初めて出て。日傘、もうちょっと南日傘の方だと2メーター津波来ましたからね、福井のとか床上浸水しましたんでね、福井側、まあ、もちろん東北ほどではないですけどね。だからやっぱりさっとこう逃げ、それで逃げた時に今おっしゃるように、上だったら何もなんやないのって、ね、いやこれもね大切なことなんですよ。そうです、こうやってね、いつも練習、あの訓練とかなんとかの時、消防の人が来て、あ何人何人数えてくれて、ほなもう解散やねって失礼やけど、肝心の時に誰も来てくれなんて、いつまでおってもええんかな。テレビもかかるんで、小山城だったら、ね、ここならテレビもかかるし、するから、あの時って消防団じゃないでしょ、逃げるとこ考えて逃げない。あの時は消防団は全部逃げない人をみんな呼びかけて、早く逃げてくれって言ったり、あるいは災害対策本部 で警戒全部当たりましたんで、もうみんな、あの時はもう訓練じゃなくて実践だったんで。でもあの時は本当に私も職場から直行って帰ってきたんですけど、ほとんどの人が何も持ってなくて逃げてきてたんですね。で私もちょっと余裕あったもんですから、リュックに全部詰めて、ヘルメットかぶって、携帯ラジオ入れて、いろんなもの詰めて、高台に逃げたんですけど、うちの家内から「お父さんだけはリュックしよう」ってヘルメットかぶってんの恥ずかしいやって言われたんですよね。でもやっぱりあれ以来ずっと枕元にリュック一式置いてました。で防災絆会で買っていただいた一つに、まあ震災になった時に携帯電話が使えないということで、トランシーバーを避難場所ごとに一応使えるようになりまして、いざ中毒にはそれを利用できると、非常に有効になってます。
それで今おっしゃるようにやっぱり日頃リュックサック私もねだから枕元には置いてあるんですよ、うん、一つの防災のこのリュックサックがありましてねそこに水とそれからこれはドロップなんですけどねそれと乾パンとそれから傷用のあのバンドエイドですねそれからあともう一つ絶対に用意しとかないといけないのがスリッパなんですよもし家が潰れたりあるいは窓が壊れてガラスがこう散らばった時にその上を素足で逃げたら切れちゃうんですねだ結局そこで感染症かかってしまいましてその後大変なことになるんで必ずスリッパを枕元にあるいはそのリュックサックの中に一緒に入れておいてもらっていいですよね。そうするとね非常にいいです私らも冬と夏とね入れ替えるんです、うん、冬は暖かいものいっぱい入れて夏はまたあの冬はカイロとかあんなも入れて夏はこのいろいろと薄いやつを入れてスリッパでも入れとけれるけどね大概の頃はあの私のところは西の寺はみんな玄関とこ置いとうなあ、うん、パッとね逃げれるようなパッと出ていけれるようなところへこの間の地震があった夜に地震がいるやら昼どこでのおる時にいるやわからんけんなこの間、まあ、夜の備えとしてお風呂は持っとらないかんということだけどな、はい、4雪心が4言ったんですよねこの間あの時も私のところボロですからね家がこんななってね置いてすぐにもう玄関の鍵開けてねこの頃で開けといてね、それからもうこれを教えてあくる朝みんなに来たらみんなもう平気な顔したんよよき裏なんだうちうち特別に言ったんだろうかと思ってでもそれが助かる命の一番手ですからまず誰よりも早く逃げるっていうのは大切ですからねそうそう小林さんあのそうですねあの、はい、雪は小学校と中学校が雪の港からぐっと奥へ入ってきた入り江の奥になってるんです、はい、でそこは当然水かさが上がりますから、うん、まあこの前の東北の震災でもああいう状況でしたから、うん、一番危険なところに小学校と中学校があるんですで病院もですあ病院もですね、はい、それがもう中学校小学校は3階建てですので、今までで人は3階に避難すればいいということでしたけどあの震災以来東北以来ですねとにかく高台に上がろう山の方に逃げようと僕はこの前も小学校も避難訓練したらしいんですけどあの結局高台に上がるまで山の方に上がるまでは結構遠回りしてまして中学校小学校の生徒が中学校の正門から逃げてで県道に上がっていくのはやっぱり10分15分かかってであの先日も小学校の校長さん教頭さん来まして谷本さんとこの私とこの庭のあの中を通って行けばうちの家の裏の坂道があるんで一番近道になるということで、はいはい、あのお願いしますっていうことで来てもらったんですけどで次回の防災訓練の時は9月頃するということでまあその時には事前にその坂道も草刈りして整備してその通りにしたいなと考えてるんですけど一番未来ある子どもたちが一番危険な目にさらされるところが今の小学校中学校の敷地なんですでそれを考えるとあの未来ある子どもたちのためにも一番助かってもらいたいし、まあ、皆さん助かってもらいたいんですけどあのすぐに逃げれる道がないんですねだから中学校小学校からすぐにあの高台に県道に逃げれる道をつけてもらえないかなというふうに私はいつも思うんですで今のお話って実は前回からそれが課題になりましてねあの時どうやって逃げたらいいのかどう避難誘導したらいいのかで僕というと今回の東北地域で小学校の生徒がみんな助かったところとほぼ全滅をしたところとそれがまさにそれなんですよねだから日頃の訓練これができてるできてないそれとあとは最短経路で逃げれるこれが必要なんで、まあ、平時はねそこは通れなくてもいいんですけどいざという時には、まあ、地域の皆さんのご協力を得て、まあ、普通ですとね敷地の中通るってのはあれですけど今おっしゃっていただいたように子どもさんたちの命をね助けるんだっていうことでいざという時にはそこをというねこれは非常に一番ありがたい話ですこれはもう全県下で見直ししないかんなとでその県道に逃げるところにですね県道の上にちょうどその昔中学を埋め立てするための山を削った跡がそのまま放置状態になっているんです一番危険なところなんですよ私いつもそう通りながら地震があった時必ず崩れるなってところなんですけどかなりごっぽりと削ってるんですだからそこが一番危険地帯で逃げたとしてもそこで寸断されるとだからまあ県としてもなんとかそれをいち早く整備してもらいたいな手をつけれない状態の方だと思うんですけど
だからそこをあの、まあ、寸断されるとですね、やっぱり町民さんもなかなかそこ逃げ切れないという状況ですね。あそこちょうど小学校から道作るっていう東作町のお仕事になってきますので、ちょっと一体でこう組んでね、はい、どういう形が一番いいのか、そしてこれはもういつ来るかもう分からん時代になりましたんでね、もう危険箇所だというのが分かってるんであれば、いち早くどういった対応ができるか、まあ、すぐに取り掛かれればと思いますので、ね、はい、ありがとうございます。実はお恥ずかしい話なんですけど、その補足なんですが、谷本さんの家というのは実はすごく入り組んだところを通っていかないと逃げられない場所なんですけど、そこをわざわざ小学生が通らざるを得ないような理由がありまして、あの私有地が実はもっと近くにあるんですけど、そこを通らさせてくださらないっていう、ああ、その方が小学校の方も頼んでいったんですけどね、実はダメだっておっしゃられて、本当にもう苦肉の策で谷本さんの庭を通っていくという案になっております。ですので防災意識は高い町っておっしゃっていただいてるんですが、実はまだまだっていうところもあります。まあそこは粘り強く行政としてもね、まあ地域の人たちで努力してやっていただくのはそうなんですけど、まあ、それだけじゃなくて町とか県とかね、まあ、行政としてやるところもありますね。まあ、またそうした事情もよく町とも相談させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。私たちあのこの高齢化、だいぶ高齢化なんでね、避難するにしてもやっぱりこう運動不足のね人がおったらなかなか逃げれんと、そういうことであの防災南体操いうもね、もう作ってくれた人がおるんです。でこれをいつもあの会とかそういうのに南体操いうもやっとるんですよ、こう防災南体操で、で最後に逃げるぞいうでそのポーズで終わるんです。先生が作ってくれた先生、ちょっと説明していただきます。5年くらい前になりますが、日畑小学校の5年生の生徒が防災教育で、その人たちの班が、なんか体力をつけるためにみんなで町民で、手軽にできる体操をしようというようなこと で私が指導に行ったんですが、まずその時に子どもたちが一番先に言うには、阿波踊り体操のような難しくなくて、はい、あれは難しいって言うんですよ。うちのおばあちゃんが難しいよったとか言ってね、難しくなくて、それでいて親しみやすいようなリズムの曲に、それでいてラジオ体操みたいな1212というのは嫌と、だからこれともう一つあの子どもたちが一番大切なことは声を出すようなのも入れようと、もう声を出すことを一番だって言うんですよ、うん、助けてというような声とか、だからそのためにはいつも絶えず体操しながら声を出していると、はい、いうようなことで、いいところというか、あなかなか子どもたちも考えとるなというふうなことで感じて作ったんだけど、本当もう一つ言ってましたが、体操の中で人とのつながりが感じるようなを入れようと、だから難しい、つながりを感じる、どないでつながる、ほんだラジオ体操はつながっていないの言うたら、だから1234これつながってないって言うんですよ。ほんでどうやって、ほんならどうしたらつながれる言うたら、その高校に次にまたすぐにどないかさーっとできるようなとか、切り離さないで続けて、これがつながりじゃって、ほなそればっかじゃなくてあるところではつなげていこうやいうようなことでできたのが、そしてあのリズムもほな1234でないんだったら何にするっていうことで、その時日畑小学校だったんだけど、あの雪旧雪町の時に赤手ガニって夏になったカニがこう路上入ってくるんですよ。だそれを宇崎竜斗さんがその赤手紙行進曲っていうかな、あの京子さんの時に、はい、そうですね、はい、もらいました、ほんでそれ作ってくれて、その曲があのいいということで、ほんで聴かせたら、あこれにしようや言うて、ほんでみんながよく知ってるし、ほんで割とリズミカルな曲やし、まあ、体操にも合いそうなのでそれでしましょうや言うて、なかなかこの子たちよく考えて、ほんでこれを普及させていこうやいうことで、でいろんなところで、ほなその子たちが作った時にはいろんなところでやってました。でもなかなかこう普及していかんところもあったんやけど、まあほんでも
そのリズムもいいし、それから子どもたちの意思っていうのもその中に入ってるし、で自分たちでほなここはこうしてこうしてっていう割と新しいこう振り付けというか動作も入ってるので、あの若い人にもいいし、年取った人がするようなポーズも入れていますや言うて、そんなも言ってましたが、例えばこんな人こんなのも入れたりしてます。じゃあまずは全員でやるんですか？全員でやるん。いやいや、ちょっと見るだけでいいんじゃん。見るだけで。あ、違う、繋がってますね。で子供たちはもううちのおじいちゃんがこんなんがいいとか持ってくるんですよ、いろいろと。こういうのがいいとか、あのおばあちゃんがこういうのがいいとか、お母さんはこっちがいいとか言うて、でそれを工夫して繋げるって、これを繋げたらどないする、どうなるみたいな、こうやってこうやってこうやってって言って出来上がってくるんです。でもよくできてると思うんですよ。よくないですよね。まだやってみましょう。あれなんですけど、表裏長女の奥様です。いや、本当に。フィギュアなぁ、せんのなぁ。フィギュアとは、なぁ、割と。知らん。覚えやすい、こうなんかね、覚えやすい曲だな。雪祭りの時さ、そうだね。町民運動会だね。町民運動会だけじゃなせんやけど、知らない人が多いですね。でも、あていろんなあれの繰り返しみたいな。これね、分かりやすい、覚えやすい。防災アムールの時とかでも、あれをやったら、男女がすごくこう、スキンシップが図れますよ。言葉がこうどんどん出てくるようになりましたけど。
結構子供さんから高齢者までやりやすい体操ですよね。で、甲子園とこだから、はい、乗りやすいし、ね、はい、アモールでは4組ぐらいで、出会いのカップルが現れてる、はい、多分あの体操してもらってそれであの心配させるとか、休業とあの手当とかあんなの一緒にやりましたね。まあ、成果が得られたような感じだね。やっぱり地域の子どもさんたちから高齢者の皆さんみんなでこう考える、で今もお話あるように家でもいやーどこだっていうみんなで考え、みんなで参加するっていうのが一番大きいんですよね。やっぱりこの地域の絆が一番のキーワードになってきますので、ここ三軒両隣、昔は本当に助け合いの精神でね、お醤油でも砂糖でもみんな貸して借りてっていう世界だったんですけど、今本当核家族になっちゃったんで、まあ、そういった点はええかもしれませんね。私たちのメンバーにちょっと漁師さんがあるんですよ。ちょっと漁師さんがこれからの何をちょっとあっちゃん、サガリさん、ちょっと漁師さんのことをちょっと言うてみてくれんで。はい、この前の東北の地震の時にですね、避難、韓国なんか避難指示だったんですかね、ここで出ますけど、その時に漁師の人は、まあ船にだいぶ金かけて財産にもそういう人たちはほとんどこう沖に出したんですよね。で、船を守るためにその沖に出したですけど、まあ、家に残された家族かどうなのかと、しっかりした家族が全部おったらいいですけど、その家庭によったら全部そういうわけにはいかんと思うんです。年寄りや子供がおったらね。ほんで私は、まあ私の船は大した金もかけてないし、船はより家族が大事だと思うて、まあ、私あの孫と女房と3人暮らしなんですが、もう家族連れて、まあ、その非常持って、それでもあの高台の方に担任で逃げました。ほんだら、あれ終わってから後で、お前の船ほっとったけんこんだなって仕事取ったわって言うけど、わし船構わんじゃいって家族がね、家族が大事なんじゃい。ほんで、まあこういうようなことであったんやけどね、漁師、漁業者のこの意見としてはね、あんな津波が来た場合もうどうしようもないですかね、あの漁具とか家とか、であの要はあの組合の総会なんか行ったりすると、その防波堤のとか防潮堤のかさ上げをね、よう意見としてあの出す人がおります。だから少しでもその流出が免れるんじゃないかっていう意見がありますわ。で、まあ組合の方からも要望が出るかもわからないですけど、そういうことももうちょっと知事に考えとってもらいたいね。で、今の点は今回もう結論が出てましてね、つまり東日本大震災の場合にはそこそこのそういう防波堤防潮堤というんではなくて、もう世界最大級の防潮堤があったんですよ。で、うちもそれに匹敵するものが浅川に四国最大の防潮堤がありましてね、湾口防潮堤っていうのがあって、で高さがだいたい 6.5m、 そして幅も 10m 近く、もうまさにコンクリートの塊なんですけどね。で、特に浅川の方が新しくできてるんで、透水性にしたりとか、まあ、三陸よりもいいものがあるんですけど、今回その防潮堤三陸はもう無残に全部打ち砕かれたんですよ。つまりそれはどうしたかっていうと、まず最初の揺れでもって液状化しちゃうんですね。だから 6.5 メーターの高さがあったとしても、いきなり実際もう3メーターから2メーターの高さになって、そこを一気に波が乗り越えてくるんで、もう最初の一波でもって
ゼロになるんですよ。だから今おっしゃるように今ある防潮堤のところそれをまたさらに高くしたところで結局波の圧力をたくさん受けるだけになって第一波でもって結局全部倒されてしまうんですね。だからそれよりも今我々がどうして防災から防減災へと言ってるかというとそこなんですね。とにかく今までは防潮堤とか湾口防波堤こうしたもので全部防ぎ切るんだ、それぐらいの科学力が世界中にあるんだっていうことでやってきたんですけども、今回のあの1000年に一度の津波と地震でもうこれは無理ということが分かって、そうなんです。それでそうなった場合にはまずは少なくとも今おっしゃる少しでもそれは食い止めるという工夫はしていこうと。じゃあ同じもの高さを高くするというよりはそこの上は全部ネットにしてしまうとかね、そうすると水の力を受けないで水だけは通ってきますから、そしたらもう一番の津波のポイントっていうのは第一波は少しでも弱めるということ、全部止めるんじゃない。一番怖いのは人と物をさらってそのまま海へ連れてくるんですね。その時に防潮堤が全くなければもうそのまま海へ持ってかれて今回はあれだけの人が行方不明になったんですね。それと陸地のものがみんな海に持ってかれて港が全部使えなくなっちゃったんですね。だから我々は今ある防潮堤、もちろん液状化対策はこれまずしないといけないんですけど、その後やるとすると傘を高くするんではなくて上にネットを張るとか、あるいはこう今ゴム式でもってパタンとこう倒れるやつが倒れてもまた次ペッとこう戻るんですよね。そうすると今度帰りの時の水、まあ水だけは通していいんですけど、仮死状態になった人と物、これを全部そこで止めてしまう。そしたら今度はそこへヘリコプター100機編隊でもいいからガッと行ってまあ、トリアージと言いましてね、あこのまま心肺蘇生したら助かる人、この人はもう無理っていうのでダダダダダッとやらすんですよ。そうすると今回のようなことが起こらないっていうね、ここまでの対策はすでに考えてるんです。ですから今おっしゃる確かに気持ちは分かるんですよ、それをもっと傘上げてくれたらなんとかなるだろうって。でもこれはねもう今回もう無理っていうことが分かったんです。それよりももうちょっと違う工夫をしていく必要がある。それから船の関係についても今回まずはやっぱり逃げることですね。確かにでやっぱり家族を守って逃げる、これが一番だと思います。そしてあとは共済制度とかそうしたものをいかに今度は組合でもって作っていくかっていう方が大きなポイントですね。今おっしゃるように確かに漁師さんというのは船にねお金かけてますから、もうあの船もうこれをということですけども、もうおっしゃるように船はまたなんとか共済制度とか国県の支援がもし作れればまた買えるんですよ。でも家族の命は一度失ったら二度と帰ってきませんしね。おそらく絆が今回東北で一番問題になったのは、まあ、今キーワードで言われてますよね、絆だって。そこであ父ちゃんは家族よりも船なんやなって言ったらもう絆が切れるんですよね。だから今その漁業者の問題が一番今難しくてですね、宮城県でもこの間防災大臣が復興大臣辞めましたけど、宮城の村井知事との間で出たのがその対策だったんです。これはまあ民間事業者を入れる入れないっていうその話をどうするかっていうことで非常に宮城県の中で揉めてましてね。ということでやはり漁業者対策っていうのはまた陸地の対策とは別にこれは今回の震災でしっかりと考えないといけないということがこう分かりましたんでね。またここは組合長さんたちあるいは漁連とも我々直接また話を進めていきたいと思いますので、ただでも今回取られた行動は正しいと思います。ぜひご家族の命を守ってあげてください。それからですね、もう絆会もうやっぱりこうええとこばっかりでなしにね、いろいろ悩みもあるので、ね、でまあ今回この町づくりと防災を一緒にやらんか、私らはいつも町づくり防災町づくり町づくり防災となっとるんですけどね、あの町がやっぱり衰退していったらいかんということで、この今何かをまあお惣菜屋さんとか なんかちょっと喫茶店とかいうてみんなが集まる場所を作ろうじゃないかという計画もあるんです。それとあの今回あの東日本震災であの写真とかあんなのこう映像で探し回れたですわね。それであんなんなくなったらどんなするんやろうかいうんで、今回は私らもこのこれを映像に残そうという計画を今立てて、この末に
皆さんどうですかって回覧板をね出して募集しようと思うんです。でちょっと説明をやってくれます。まず存在屋の県庁です。朝日部に乗ってますね。そもそもさっき会長さんがおっしゃられたように地域づくりから、この防災に入ったんですけどね、当時の兵庫町長が一応地域 の活力を持続できる活力をということで、それで地区をそれぞれいろんな活動をしていこうという形でやったんですけど、西野寺はなかなかの地域の活力をというところまで行かずに、防災の方に入っていたんですけどね、そのうち全体的にも高齢化になっていって、それから合併とともに地域も衰退をしていったような状況です。本庁がもう日和さになってしまったために、そういうようなところで、なかなか地域の地域がもうちょっとこう生き生きできる方法はないだろうかというような形で、これに伴って絆もできるであろうということで、今遊休施設っていうのがたくさんあるんです。この地域でも遊んでる施設ですね、その合併とともに遊んでしまったような施設がたくさんあるんで、そこを活用してなんかこう絆ができるようなものはないかということを考えた時に、高齢化もあるということで、なんか惣菜屋みたいなことしたらええんでないかとかいうような話が出てるわけなんです。それで今ちょっとこの話を絆会の方でちょっと進めてるんです。なかなか大変ですけど、はい、普段から炊き出し訓練ですね。はい、そうです。それはでも大切なことですよね。で地域で今なかなか独居老人の人たちも自分で何か作るってもう大変ですから、普通は今コンビニエンスストアっていうのは若い人たちが行くところって言われてるのが、そうでなくてこれからは高齢者向けのコンビニ作ろうっていうのがね、実は例えば徳島の中山間地域だけがいわゆる過疎地域かと思うとそうじゃなくて、東京のど真ん中が今過疎なんですよ。高齢者がどんどん進みましてね、独居老人が増えて、でそうなってきますといろいろスーパーとかそんなのもう当然ないんですよね。で困る、どうやって食べる、だからコンビニ行って実は買って食べられるということなんですね。やっぱり一人前だけ作るっていうのは大変ですよね。やっぱりたくさんの家族を作って張り合いもありますけどね、もう一人前もうちょっと買って済まそうって、でそういう時に栄養バランスも悪くなりますから、そうした町の惣菜屋さんを一箇所に集めてやる、でいざ発災となった場合には炊き出しの拠点にしていくとか、一番いい方向ですよね、これからの。頑張って、はい、進めて。あと写真の件につきましては、やはり東北の大震災でもたくさん流されて後から探している映像をよく見ましたので、だったら先に大事な写真はデジタル化して避難物品と一緒に CD にでも落として入れておけるようにしておこうと思いまして、でそれを今後進めていく予定です。でその売り上げの一部をですね、絆会の資金にしたり、それから、東北の大震災の方の東日本大震災の義援金に回したいと考えております。ただそういった対策も本当に小さな対策なので、今後私たちはどうにかして、先ほど一緒に歩いていた時も話しましたように、津波避難後の次のシナリオを考えていく必要があるのかなと考えております。ただこの町を見ていただくと分かりますように、高台に何も施設がありませんので、おそらく津波避難が終わった後はどこかに疎開して、そこからまた地域がバラバラになって仮設も建てられないような地形ですので、次どう考えるかっていうのは本当にもう不安がたくさんありますけど、でも本気で今考えておかないと東日本大震災のこの教訓といいますか、亡くなられた方のためにも我々は、西日本の我々はぜひ前を向いて歩いていく必要があるのかなと考えています。だから今おっしゃっていただいたように、今回の一番の教訓はやっぱり平時に何をやっとくか、そしてその慣れたところで災害時にそれが応用が効くっていうのが一番なんですよね。だからやはり平時から、そして災害の時に次の一手をやはりすぐに考えている。我々徳島をはじめ西日本は東日本の人に比べて時間のね、時の利を今回得たわけです。ひょっとしたら逆に東海東南海南海の3連動が先だったかもしれないんです。 87% 東海がねですからね、
それを考えたらこの与えられた時間をこれを有効に使っていく。そして東日本あれだけの被害を受けましたんで、亡くなった人の冥福のためにもね、逆に我々が生き残る、本当に誰もこれからは死なないんだ、死なせないんだっていうね、そうした覚悟で行政はもとよりですけど地域の皆さん挙げてね対策を練っていただく、次の一手を、まあ、我々も共に考えていきたい、また共にそうした対策をね作っていきたいと思ってますんで、またぜひ徳島のモデルはもとよりですけど日本のモデルとして頑張っていただきたいと思います。よろしくね。ちょっとまだ出したいテーマはまだあるかと思うんですけど、予定の時間もありますんで、会長さん、なんかあとよろしいですか。もう、はい、なんか会長、なんでなんか言う、ほら最後にあの知事の声を聞いてあげまして、はい、今日は酒井会長さんをはじめ西の地防災絆会の皆様方には大変お忙しい時間帯にもかかりませず、まずは現地の案内、そして活動報告、さらにはこれまでの道のりと今後の話もいただいたところでありますし、もっとさらに遡りますと昭和の南海地震の時の体験の話、またその昭和の南海地震を今に風化をさせないんだと語り部の皆さん方からもお話をいただいたところであります。まあ、今回いただいたこの多くの提言についてはしっかりと私としても踏まえさせていただきました。まあ、何よりもこの東日本大震災、この我々も多くの支援を東日本に行うにあたって、それはもちろん東日本の皆さんのため、これはあるわけでありますが、次に来るであろうと言われる三連動に備える、そして三連動が仮に来たとしても助かる命は絶対に助けていくんだ、徳島ゼロ作戦を強力にやはり今まで以上に展開をしていく必要がある、こう考えておりますので、ぜひ皆様方もさらなる訓練、そして平時からの対応といったものを考えていただきまして、日本のモデルとしてご活躍いただければ、我々も全面的にバックアップをさせていただくとともに、逆に我々行政としても日本のモデルとして徳島がさらになっていけますように頑張っていきたいと思いますので、本日は本当にご協力ありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。